はい、欧州間受験生の皆さん、こんにちは。それでは今日はナショナルトラスト運動ですね。こちらを取り上げていきたいと思います。ナショナルトラスト運動とは、自然を守る、そのような運動、と捉えていただいていいかと思います。イギリスで始められた史跡や自然環境、それらの保護を目的とした住民運動、開発計画のある土地全体を住民や自治体が買い取って保護管理していますということですね。山があるとしましょう。木が生えています。自然があるわけですね。そこに例えば工場を建てようと、工場ですね。というような、計画が持ち上がったとしますね。ここ、自然を満喫しながら生活している住民たち、困るわけですね。工場が来ると空気が汚れます。自然が破壊されます。そのようになっては困るよということで、この工場が建てられる計画が持ち上がったその土地ですね、土地を住民が買い取ると。住民の手で土地を買い取ってしまえば、その土地は住民のものとなりますので、工場を建てることはできませんね。工場を建てる計画がある。その計画、土地を買われる前に自分たちで土地を買い取る。そのことによって工場が建てられることを阻止しようと。これがナショナルトラスト運動ですね。自然を守る、もしくは史跡を守る。そのために住民が立ち上がっていますよということですね。住民もしくは、地方自治体、市町村などが買い取る、土地を買い取るという場合もありますけれども、工場を建てようとする、そのような人たちに対して、住民が力を合わせて反対運動を行うというような形ですね。イギリスで始められたというところも押さえておきましょう。ということで以上ですね。それでは皆さん、欧州間受験に向けて頑張ってください。